それでは発表時間は30分となります。拍手で皆さん拍手でお迎えください。はい、ありがとうございます。それでは改めまして、 Python ソーシャルオースで学ぶ OOS 2.0 認可コードフローにおける異常系の対処ということで、私高橋由紀から発表させていただきます。よろしくお願いします。はい、改めまして自己紹介なんですが、ラプラス株式会社という会社で SRE をやっています。先ほどやられてた伝蔵さんとは同僚にあたります。で、エンジニア向けポートフォリオサービスを作ってまして、これが人生初の登壇なので今非常にちょっと緊張してこの顔文字のようになっています。で、今日の目的なんですが、OOSにおける異常系処理について、ぜひ皆さんと一緒に考えていきたいなと思います。これはモチベーションは、自分が実務で困ったり混乱した部分について、今後同じ問題に悩む人が減ると良いなと思って、スライドにしたかったというのが今回の登壇のモチベーションでした。で、なので制度向上のためにぜひスライドでもフィードバックをお待ちしてます。分かりづらい部分とか用語とか、そもそもちょっと言ってることが変だったとか、なんかお待ちしております。では早速本題に移っていきます。Python ソーシャルオースを使ったソーシャルログイン機能の実装ということで見ていきます。ちなみにこのソーシャルログインとか、OOSとかってなんかお仕事とかあるいは個人的にやられた方とかどのぐらいいらっしゃいますか？結構。あ、そうですね。ありがとうございます。はい。ということで、そもそもソーシャルオースってソーシャルログインって何だっけというところも一瞬おさらいしておきます。これは私たちのプロダクトのサービスのログイン画面なんですが、なんとなくこうログインボタンというのがありまして押すと、GitHub のページに飛ばされて、なんかこう分かんないけど許可しますかとか、でそこを見ると、パブリックデータだけだからっていうこと書いてあるからイエスってやると、なんかこうその、プロダクトのログインページとかに、ユーザーの情報とか入れなくてもこう入れて、でこう非常になんか体験がいいログイン体験とか提供できると思います。連携 SNS でアカウント作成してればすぐにログインできますし、場合によっては氏名とかメールアドレスとか自動で入力されて、離脱とかについてね、いい効果があるかなと思います。で、最高回ということでこう嬉しいんですが、ただ結構作るのってこうよくわからないと難しいんじゃないかなと感じる方もいるんじゃないかと思います。で、そこで Python ソーシャルオースというものがあるのでご紹介をいたします。こちらソーシャルログインに関する共通的な機能とかを OSS としてこう切り出されているものでして、で例えばこういろんな GitHub とか Google とか Twitter でさっきみたいなソーシャルログインを使いたいと思った時には使えるということになります。で、今回はこれの特にエラーの話について後で話していきます。で、かつ今回またサンプルとしてそれをジャンゴに組み込むときにソーシャルアップジャンゴというリポジトリがありまして、こちらを使ったときにジャンゴのご存知の方もいるかもしれないですが、モデルとかビューとかミドルウェアっていうのが使えるものが提供してもらえるということになります。ということで、早速サンプルアプリケーションを今回作ってみたのですけども、ログインのボタンを押すと下の方にこうログインしたときにその GitHub で登録している情報が出てほしいというようなものを作っていました。で、ここで、ですね、GitHub の画面が出てきまして、なんか必要な情報を登録して、で、Django の方でですね、いくつかの定数とか URL 情報っていうのをこう設定してあげると、さっきと一緒ですね、ログインボタンを押してやはりこう認可画面が出てきて、でこうログイン、さっきの私 の, ID ですけどがこう入ってるみたいなものが見ることができます。でもこれで動いたのでもうこの話終わりでいいかな、ハッピーっていうところでいいんですが、たらこうしばらくそれを本番でじゃあ実際リリースして運用していくといろんな問題が出てくるんですね。で、これはセントリーというエラー感知のサービスですが、こうオースミッシングパラメータとで何だろうと思うとミッシングニーデッドパラメータステートって言ってて、ちょっとこれよくわかんないなっていうふうにこう感じてしまうわけですね。で、じゃあ改めてドキュメントを見てみると、エラーハンドリングを追加するということで当然こうやはりこうページがありますと。で、そこを見るとソーシャルオースベースエクセプションを継承した例外になるものがたくさん用意されていて、こう見てもこうね、オースなんとかって言って目が泳ぐんですが、とにかくこれを例外を補足すれば、問題は解決できそうだということが分かったので、ここに下にミドルウェアというものがありまして、これを継承するかオリジナルのものを作るなりしてこう作って、ミドルウェアを入れてあげると、エラーメッセージをここで出すところまでは割と簡単に実装できるんですね。で、かつ、エラーの種類ぐらいだったら判断もできると。で、いいんですけど、これ難しいのがユーザーの体験ということを考えると、このエラーが何で特に大事なのは解決それをするために、ユーザーに何を提示しなきゃいけないのかっていうのはどうしてもこの例外だけだと分からない部分があるのかなと思います。でももう忙しいので何も分かんないけど治ってよかったなって言ってこう仕事の他の忙しさに忙殺されていってしまいがちだと思うんですが、そうならないために今日はOOSのおさらいから入っていってこう理解を深めていきたいなと思います。はい。
で、OAuth についてということでご紹介していくんですが、ちょっとここであの言葉の定義を、今回考えたんですけど、ユーザーが所有している権限を、サードパーティーのアプリケーションへ認可する、オーソライゼーションする手段を、まあ、標準化したプロトコルというふうにここでは書いてます。で、あの最新の、仕様としては OAuth2.0 RFC6749 というものがあるんですが、まあ、今ちょうどあの OAuth2.1 というものもドラフトで作っているというのはなんか結構ネットとかでも出てきているのかなと思います。でよくあのこういうのオースの話とか聞くと出てくるのが、認可と認証は違うというのがキーワードとして聞いてることがある方もいるのかなと思います。認証というのはまあオーセンティケーションで、まあ、認可はオーソライゼーションということですね。で今回ちょっとあのこの話すると本当に多分これだけで時間が長くなっちゃうので割愛するんですが、オースを使ったまあソーシャルログイン機能というのは、オースの仕組みを使ってユーザーのプロフィールにアクセスできるっていう認可の仕組みを使って、まあ、それを認可してもらえた人をそのアカウントとして登録するみたいな、ログインを許可するという機能と言えるんじゃないかなと思います。あとまあ今回あの使うユーザーソーシャルオースというものは、まあ、この OAuth だけに主軸を置いているわけじゃなくて、例えばあの他にも OIDC だとか OAuth も 2.0 以外にも 1.0 というものだとか、あるいは他の認証機構というのがあると思うんですけど、あのそれをざっくり抽象化して扱えるようにするというものなので、まあ、あの今回あのサンプルとして GitHub を使うんですけど、まあ、これはあの必ずしもユーザーソーシャルオースイコール OAuth ではないということだけは覚えて帰ってもらえればなと思います。で、はい、続きまして、で今回はあの認可コード付与フロー、オーソライゼーションコードグラントフローというものを例にご紹介していきたいかなと思います。でなんでこれかというと、OAuthってあのいろんなこの 認可のフローがあるんですけど、まあ、あのこちらで紹介しているやつが、OAuthをウェブアプリケーションで使う場合にはまあかなりデファクトスタンダードになっているのかなと思います。でそうなんですけど、この発表時間の都合上ですね、これをあの懇切丁寧にお伝えしているとすごく時間がかかってしまいますので、今回あの、心苦しいんですが大幅にカットしてお伝えしていきます。でただあの全然わからないようにはちょっとしたくないので、特にあのエラーの原因となりやすい構造の部分をちょっとあの頭にキーワードで覚えて帰っていただけたらなと思うので、まあ、そこをちょっとあのフォーカスして説明したいと思います。で正常系の動作については、まあ、あの私よりもすでにこう世の中に良質な記事もたくさんありますし、まあ、あの末尾に補足もつけてます。あのちょっと宣伝というか個人的にすごく良かったのはこの大瀬谷さんという方が執筆されている書籍、ネットで調べると出てくるんですけど、こちらのかなりこう基本的なことから書いてて分かりやすいのでおすすめかなと思います。ということで見ていくんですが、これが処理シーケンスということだそうです。で繊維がめちゃくちゃ複雑なのでオースダンスと呼ばれていることもあるそうです。でもうなんか見ても見せる気はないでちっちゃいんですけど、なんかよくわかんない切符みたいなのをいろんなところでやり取りしていろいろやった結果、なんか一番右下のところでこうリクエストしてレスポンスして、そこでようやく画面が出てくるみたいなものなんで複雑なんですね。でただあのエラー系ということだけ考えると結構ポイントを絞っていけるんじゃないかなと思うんで、そこをあの絞って説明していきたいと思います。まずポイントの一つ目ですね、登場人物が非常にこう多いです。でそれは何かというとこのユーザーのウェブブラウザとかバックエンドサーバーとかだけにではなくて、その後ろの GitHub の、まあ、いくつかの OAuth で決められているエンドポイントというのがあって、まあ、その中で認可のボタンを押した時の数秒の間でこうインターネット間のやり取りというのが多く発生します。だからまあ単純に考えてこうそれだけでエラーがどこで発生するのかというのはいろんなそのネットワーク間を渡るところでまあこう何が起きるかなっていうのがあるかなと思います。で2個目ですね、さっきあの画面をご説明したときにこう最初の画面から認可画面に行ってログインっていうのその3つの流れがあったと思うんですけど、つまりこれってそのドメインをまたいでるっていうのが結構ポイントになってきます。でドメインをまたいでリクエストができるっていうのは、まあ、いろんなやり方はあると思うんですけど、 OAuth においてはあの HTTP302 あの、ムーブドトランス、トランスポーラリーですね、まあその302リダイレクトっていうもので、別のドメインに行ってでかつ戻ってくるっていうことをまあする必要があると。でかつその時にこのステートとかコードとか言ってあるいくつかのその認可のために必要な情報を、HTTP リダイレクトの中のクエリ文字列にこう含めて、リクエストをする必要があります。であのクエリ文字列ってよく検索とかの機能とかの中でこう何ですかね、 URL にこう文字入っててお気に入りしといたら出たりすると思うんですけど、まああいうのってこう単純に考えても紛失しやすいというか、いろんなとこ移動していくうちにちょっとした表紙でどっかにこう消えてしまったり、ユーザーの操作によっては書き換えられるものだっていうことがポイントなのかなと思います。で3つ目ですね、これもあの詳細をちょっと説明を割愛ざっくりしちゃってるんですけど、セキュリティ上の理由からその
さっきのこの3つの遷移ですね、この間の中で、セッションをバックエンドサーバー側でこう振っておいて、でそこも要するにセッションというのは言い換えると HTTP クッキーが、まあ、今回イメージしてるんですけど、まあ、それに対してなんかその、必要な情報を入れておいて、こう AP あのリクエストが戻ってきたときにそれをまたあの、確認するみたいなことが必須に、まあ、なってると考えて差し支えないかなと思います。なので、まあ、よくあのウェブアプリケーションで言われるこのセッションがどうにかなっちゃったりするケースみたいなことがそのまま OAuth の、 最初のログインのタイミングでもこう引っかかってくる問題なのかなというふうに思います。はい、ということでなんかもう駆け足で説明しちゃってたんですが、まあ分からなくても安心してくださいと、このよく Python で言われるのがなんかこう退屈なことはやってくれるということをなんかよく聞きますので、まあ、あの今回その正常形っていうねなんか確実なものっていうのは Python ソーシャルオースがやってくれるんじゃないかなと思います。でなので、人間はもうちょっと刺激的な問題、まあ、異常形の問題について、これからまあ深掘りしてみていけたらなと思います。ということで現実世界において生じる異常形処理について見ていきます。でじゃあさっきあのなんか目が泳ぐとか言ってたんですけど、もうちょっと真剣にあの Python ソーシャルオースのドキュメントをまあ見ていきますと。でこれはもともと英語なんですけど、私はちょっと勝手に日本語をちょっと足したものなんですが、まあ、実はたくさんあるエラーっていうのもいくつかの種類に分類できるんじゃないかなとの眺めていくとだんだん分かってきます。まあそのただこれだけでもまだなんかこう勝手に今分類してるんですけど、まあ、これだけだとまだ難しいんでちょっとここはざっくり一旦端折って、まああのそもそもどうしてこういう分類になってるのか、まあ、私はよくわからないなというふうに思ったんですね。なんかオースなんちゃらオースなんちゃらってついてたりするものもあればないものもあるし、なんかステートって言葉がミッシングなのかフォービズンなのかで、ミッシングがパラメーターなのかみたいな、なんか言葉が結構乱雑になってるなっていう感じがしたので、まあ、これだけではちょっとまだわからないなと思ったんで、もうちょっと奥を見ていかないといけないかなと思いました。でじゃあ、さっきから言ってるその RFC6749 っていうものをまあ見ていくと、まあ、そもそも正常形のフローについて説明するしている部分が非常に多いんですけど、まあ、そのすぐ下にはエラーについて説明している部分というのがちゃんとあるんですね。で今回ちょっとそのいくつかエラーの場所があったところを、まあ、日本語でまとめてみたんですけど、まあ、大体4箇所ぐらいありましたと。見ていくと1つは認可エンドポイントへの要求失敗時に、エラーレスポンスの使用を定める、あとトークエンドポイントの要求失敗時に使用を定めるということで、まあ、とにかく2つのエンドポイントについてはレスポンスの使用が定まっているよということをまあ言っていましたと。あともう一個、この保護対象リソースへの要求失敗時って言って、さっきのエンドポイントっていうのとまた別の、リクエスト先についても、まあ、失敗する場合があるってことを言ってるんですけど、それはこの使用の範疇外だよというふうに言ってます。まあ、これちなみになんでかっていうとですね、この5つの中でこの今回プロフィール取得エンドポイントっていうのがさっき言ったそのリソースのエンドポイントなんですけど、これってアプリケーションによって要するに要件が違いますよね。必要ならプロフィールの場合もあるだろうし、写真かもしれないし、なんでここはそのOAuthの範疇の中で使用を決められないんで、あくまで認可するところだけがっつりとこう正しい使用を固めたいねっていうのが多分意図なのかなと思います。でかつもう一個ポイントなのが、とは言っても使用を定めるんだけど追加で何か定義しちゃダメかっていうと、そんなことはないということだそうです。まあ、なので結局最後は、まあ、GitHub がもし固有にエラーメッセージを考えるんだったらそれについていかないといけないっていうのが、あ、実はあるんだなっていうことが RFC 読むと分かってきました。でちょっとさっき分かんないのに飛ばしたものにさらに ABC と振るんですが、どこでエラーが起きるのかっていうのはちょっとイメージだけでも掴んでいけたらいいのかなと思います。さっき言ってたこの4つのエラーですね、認可とトークンと保護対象リソースっていうのがこれとこれと保護対象リソースこれですね。まあ、なのでこのここに対して言って返ってくるこの A とか B とか、まあ C とか D っていうところについてはOAuthの範囲の中で何か問題が起きうるっていうことがイメージとしては捉えられるといいのかなと思います。であとさっき言ったリダイレクトで情報をやり取りするってことも私言ってたと思うんですけど、特にそのリダイレクトの部分がこの A の部分と B の部分ですね、これドメインをまたいでるからという理由です。自分のバックエンドから他のドメインの認可エンドポイント、認可エンドポイントから自分のバックエンドってことなんで、ここは HTTP302 でリダイレクトするときにエラーが返ってくるっていう、まあちょっと珍しい動きをするかなと思います。はい、でじゃあさっきの Python ソーシャルオースっていうのをまあ踏まえて、今度はこうどんなエラーが起きるかっていうのを RFC 側にもエラーコードまとめてみるんですけど、まあ、またさっきみたいにこのエラーコードだったら、こんな意味だよっていうのを日本語でちょっと書いてみました。でこれまたちょっと読んでみるとですね、またこうインバリッドなんちゃらインバリッドなんちゃらみたいにこう似たようなものが並んでたりするとか、なんかそのこれってミーシーというか全体がどう分離されてるのかなっていうのは分からないなって思うんですけど、まあ、たださっきのやつをこう見比べていくと、
ちょっとずつこう理解が深まってきたかなと思って、まずはもともとさっきから言ってるリダイレクト時にクエリ文字が書けるとエラーになったりするんで、まあイメージとしてはこういうふうに返ってくるらしいんですけど、まあここのこういう文字とか後ろのステートとか書けるとまあおかしくなることがあるんだなとか、であとこのアクセスデナイドとか例えば1個見てみると、リクエストが拒否される時っていうのはどういうことかなって GitHub とかの実装を見てみると、このキャンセルボタンを押した時にこれが出るっていうことみたいなんですね。でつまりまあ何かっていうと、エラーといってもユーザーのエラーについても多さは一部をこう規定している部分があるということになります。でただ逆にさっきまあ見てたこうどういう分類がされてるのかな、このたくさんあるやつっていう Q があったと思うんですけど、これについては RFC 側でこう網羅的に定義することをさっきみたいにこう求めてないんですね。カスタムエラーもかって言ってるぐらいなんで、まあ代表的なものだから並べてるだけっていうことが、まあこの RFC 見るとまあ結構自信を持って言えるの感じられるのかなというふうに私は思いました。ということで改めてまあどんなエラーが起きるのかっていうのを Python ソーシャルロースを見ていきますとですね、さっきよりもちょっと目がだんだん馴染んできてこうイメージが湧いてくるんですね。例えばこのオースキャンセルドっていうのは、なんかなんとなくさっきのアクセスデナイドと関連してそうだなみたいなふうな気もしてきますし、ここら辺のさっき気になってたオースホンニャラはもうその代表的なものを書いてくれてるだけなんだなっていうふうにこう、まあ、結構自信を持って感じられるようになってきましたと。で逆にさっきあんま気にしてなかったことが目に入ってくるんですけど、例えばこのオースオールレディアソシエテッドとかって言ってるのは何かっていうと、なんですかね、アカウントがこう認可が完了して1個作れるぞってなった時に、そのアカウントにがすでに何ですかね、別のオースの情報、一つのオース情報が複数のアカウントで使われそうな状況になってますよみたいなことを、まあ、Python ソーシャルオースを教えてくれる例外が用意されてるんですね。でただこれってオースと関係ないんですよね。認可自体は普通にできたんだけど、その後のユーザー管理の観点でなんかおかしい部分があるんじゃないのってことを言ってくれてるってことなんで、まあ、これは RFC には存在しない観点だったってことがわかるかなと思います。ちょっとごめんなさい、水を飲ませてください。結構 マスクで喋ってるんでかなりこう息苦しくて大変なんですが、はい、失礼しました。はい、ということでさっきのこの RFC とかこう見た上でコードもさらにちょっと辿っていくとだんだん理解が深まってきました。これはソーシャルコアってさっき言った認証の共通機能の部分ですね、まあ特定のコードなんですけど、これはベースオース2クラスというものがどうも定義されてて、まあ、そこのところで、返ってきたエラーレスポンスをハンドリングしているところの本当実装の一部なんですけど、さっきのエラーメッセージの中にデナイドって文字とかキャンセルドって文字が入ってたら、どうもオースキャンセルドという例外を創出するというふうに、まあ、この実装されてるんだなってことが分かってきますと。まあ、なのでその結局ここのエラーオースのエラーメッセージっていうのがいろんな処理がやってきちゃうんで、ある程度こう柔軟に例外をキャッチして、まあ、アプリケーションエンジニアが気になるぐらいの範囲で取り扱えるようにしてくれてるんだなっていうのが、まあ、読んでたらだんだん分かってきて、これはちょっと理解が深まってよかったかなと思います。で次に GitHub の2、今回 GitHub サンプルにしてますけど、そのバックエンドの方を見てみると、このベースオースクラスっていうのを継承してこう個別の実装してて、特にここは継承してなかったので、まあ、GitHub でもこの動きを使ってますし、他の認証バックエンドでも同じふうになってるなら、まあ、なってるっていうことになるなっていうのが、まあ、読んでいくと分かったなと思いますと。でまあ、ちょっと まとめ的な感じにもなりますけど、まあ、なんでエラーが起きやすい箇所って見ていくと、まあ、さっきから言ってるリダイレクトの過程でクエリ文字列が変わるとおかしくなります。まあ、いろんな方が、あと試してる方とか含めていたとして、まあ、メーラー上のウェブブラウザとか、なんかウェブビューみたいなものとか、まあ、極端なし、カールとかでもアクセスできるわけですよね、 HTTP のエンドポイントなんで。でそういうところから来たときに、まあ、そのクエリ文字列みたいなものをちゃんと扱ってくれてないとおかしくなりますし、まあ、このブラウザ上で書き換えられそうな時にちょろっと書き換えて試して打たれると、それだけで例外が出てきちゃったりする場合があるっていうのが分かるかなと思います。であと認可処理の途中でセッション状態が変わるとエラーというのもあります。複数の URL を、認可 URL を別のブラウザにコピーされて、セッションが切れた状態でやられちゃうとか、また一つのセッションでもなんかこうよくありますよね、二重リクエスト問題みたいな、こう A、B、A っていくとこれどうなっちゃった、 A どうなっちゃったんだっけみたいな話とかですね、みたいなこととかがあると、まあ、エラーになっちゃうんで、こう直列に実行されてほしいということになります。であとこれも基本的なことですけど、まあ、GitHub が落ちてたらエラーになっちゃったりもしますよね。でそのネットワークのエラーってコネクションのエラーなのか、リードのエラーなのか、そもそも DNS に何かとか、まあ、いろんな、それだけでこういろんな話があると思うんで、まあ、そういったことがちょっとでも起きるとエラーになっちゃうって、結構なんすかね、ギリギリで動いてるなみたいな、こうイメージが持てるといいのかなと思いますと。
でなんとなく何もわからなかったところから結構見てて勘どころがつかめてきたんで、まあ、そろそろ解決に向けて考えていきたいなと思います。で今回ですねエラーを、まあ実際に起きたこととかも踏まえて4種類に整理していました。ユーザーの操作に起因する認可エラー、ユーザーの環境に起因する認可エラー、アイデンティティプロバイダーに起因する認可エラー、その他のエラーですね。でちょっとこのこっち側のどうするべきかをちょっと見ていきたいと思います。でまずユーザーの操作に起因する認可エラーについては、認可フロー中でユーザーが明示的に行ったような操作により発生したものをちょっと、まず一つ整理したいなと思います。まあ、さっき言ったキャンセルとかはまあいい例ですね。でこれじゃあどうやって解決というかエラーがなくすべきかと考えると、まあ、これって基本的にもう一度最初から認可フローを行ってもらうようなオペレーションをこう頼めばいいと思うんですね。もしこれ間違ってユーザーが認可拒否をしてたんであれば、まあ、またやってもらえばいいですし、これもしなんかその、意識的にやっぱりやりたくないって思ったんだったらこれエラーというか、まあ、別に無視して問題ないものだと思います。で監視みたいな観点だと、なんでさっき言ったようにこれってエラーじゃないみたいなちょっと性質も強いんで、まあ、不要か、まあ、あったとしても発生件数のトレンドが分かれば万が一のバグの時とかに気づければ十分なんじゃないかなと思うので、まあ、そんな大事なエラーではないかなと思いますね。ユーザーの体験のイメージって考えるとログインボタンを押してキャンセルをされた時になんか画面がぶっ壊れるんじゃなくて、ちゃんと元の画面に戻ってこういうキャンセルされましたみたいなエラーメッセージがこうインフォっぽい感じで出てきてくれれば割とその体験としては十分なのかなと思います。で次に B ですね、ユーザーの環境に起因する認可エラーです。でこれはユーザーの環境っていうのはまあウェブブラウザのことですねに起因して発生したエラーっていうのは、まあ、さっき言ったクエリパラメータとかセッションが失われたりなんかなっちゃった場合した場合ですね。でこれについても解決方法は基本的にもう一度最初から認可フローをこうリクエスト やり直してもらうっていうのがいいんじゃないかなと思います。なんでかっていうとそのプログラム側のバグではこれないっていうことなんですよね。ユーザーの環境の問題なんで、なんでまあ再操作をしてもらうのが大事だと。でただ同じ条件でやり直してもらうというよりは例えばシークレットブラウザとかクッキーの設定とか、まあ、一連の操作そもそも同じブラウザでやってくれてるかみたいなことを、まあ、ユーザーに見てもらってもう一回やっていただけませんかみたいなメッセージを出すのがいいのかなと思います。あとエラー監視って観点だと、まあ、これもそんなにだから重要ではないかなとは思うんですけども、発生件数のトレンドが分かる以上にはしておいた方がいいかなと思いますね。なんか万が一プログラムのバグとかでなんかそれが起きやすい状況になっていることとかには気づけた方がいいのかなと思います。で体験のイメージって意味で言うと、まあ、ログインボタンを押してオーソライズって押すんですけど、実はユーザーがここでクエリ文字列いじってておかしくなっちゃった時とかには、まあ、認証が失敗しましたっていうふうに出てきて、なんかこう必要なことやってますかねみたいなことが見れるといいですね。まあ、あとあれか別のブラウザを実は開いてセッションが切れてる状態の時とかだったら、まさにこのクッキーとか対応ブラウザみたいなことも見て見直してもらってやり直してもらってるうちにこう問題解決してユーザーはまあ困らないのかなと思います。で3つ目のアイデンティティプロバイダーに起因する認可エラーって、これはその GitHub が落ちてたりする場合とか高負荷でリクエストレスポンサー返せない場合とかですね。でこの場合もさっきから同じことばっかり言ってるんですけど、もう一度最初から認証フロー、認可フローを行ってもらうのがいいんじゃないかなと思います。でなんでかというと、これもやはりそのさっきはユーザーが外的環境でしたけど、今回はまあつなぐ先ですよねが、まあ、外的環境でやはり、コントロールできるものじゃないので、まあ、もう一度操作してもらうほかはないのかなと思います。でたださっきと違うのが、ユーザーの体験を既存するじゃどのぐらい既存するのかって、これ結構複数の人に大きなレベルで影響するのかなと思いますね。まあ、ログインして今使いたいと思ってる人が入ってきたら、なんかよくわかんないけどエラーになってるって普通にこうかなりプロダクトとしてはうーんっていう状態だと思うんで、なんかまあ早く気づいたりそこに対するケアみたいなのができると非常にいいのかなと思います。まあ、ユーザーに対するメッセージとしては、まあ、外部サービスでエラーが起きてしまっているってことも言ってもいいかもしれないですし、解決方法としては会社まで持ってもらうしかないかもしれないと。であとまあポイントなのが、OAuth って基本的に複数の、ソーシャルログインで GitHub とか Twitter とか Google とかって選べたりする場合もあると思うんで、他のものを試していただけませんかっていうようなサジェスをするのもすごくいいかもしれないなと個人的には思います。であとエラー監視もこれ難しいんですけど、可能なんだったら急激にそれが起きてるかってことが検知できるとより良いかもしれないです。まあ、ちょっとなんで難しいか一旦はしょるんですけど、まあ、その時間が長引くようだったら障害法をこう出したりするみたいなことができると結構信頼を逆に勝ち取れたりするチャンスなのかなと思います。まあ、体験のイメージという意味だとログインボタンを押して、まあ、オーソライズドを押したときにもしそこのエンドポイントが GitHub がおかしくなってたら気づけるんであれば、こう連携サービスが一時的に不具合を出してるから
ログインできないんですよってことをちょっと謝るとか、まあ、あとありがちなのがここにそもそも飛べなくて GitHub の行った先でもうそもそもこっちに飛んでっちゃうみたいなことも極論ありえると思うんですね。なので、まあ、こういう体験になることをちょっと危惧したり、そういうことがよく起きやすいサービスにつなぐんであれば、まあ、ログインページにそもそも FAQ の動線とか作っておいた方がなんか全体としては丸いのかなと思います。でじゃ まあ3つ言ってて最後その他なんですけど、まあ、その他というだけあって、いろんなものがここには内包されてます。 A から C 以外で発生してて、OS に関連すると思われるっていうのは今回だったらその、まあ、Python ソーシャルOSが出してくれてるエラーって思ってれば一旦いいと思うんですけど、でこれらについてはプログラムの修正が必要だとまあ思ってちょっと注意して見ていくのがいいんじゃないかなと私は思ってます。まあ、なんでかというとさっきのまあ OS Already Associated っていうのも、まあ、さっき言ったように認可うまくいってんだけどなんか全体としてうまくいってないみたいな話がこうあるので、それってアプリケーションの要件としても無視すればいいのか、なんかユーザーにアクションが必要なのかで当然こう仕様によって異なってくると思うんですね。なんでまあそういうことを考えなきゃいけないタイミングなんだなってことにちゃんと気づくっていう意味でも、あの全体を無視するこの A から B、 A から C は割とそのなんですかね、そこまで無視したりすればいいよって言ってたんですけど、そうに該当できないものっていうのは結構慎重に見ないといけないかもしれないねっていうのが個人的な印象です。まあ、なのでエラー監視も注意した方がいいんですね。まあ、なんでどうするといいかなと思うのは、まあ、よくわかんないものっていうのはまあ何ですかね、今までやったことないものはまず注意した方がいいっていうふうに見た上で、さっきから言ってる A から C に分類できるか考えるといいんじゃないかなと思います。でそれは考えられそうなんだったら、まあ、しかるべきエラーメッセージを作ってさっきのミドルウェアにこう足してあげるってことですよね。でそうじゃなかったら、まあバグとして自分たちがコントロールできるような何かこうあの仕組みとか、まあ、バグ、管理ツールのちょっと使い方を考えるといいのかなと思います。まあ、あの体験っていう意味だとユーザーはそんなに大した話じゃないですね。ログインボタンを押して OK ってやるんだけど、なんかよくわからないエラーで失敗している、つまりあのミドルウェアのエルスの部分ですよねに来た時にも、まあ、諦めて放り投げるんじゃなくて、ちょっとわかんないけどとりあえずは1回申し訳ないですが再度操作してみていただけませんかぐらいのことはまあ出してもいいのかなと思いますが、この時にこのエラーが発生したことをちゃんとそのバグトラッキングツールで検知して、まあ、その後からでもまあいいですし、まあ、可能ならその場ですぐ問題に気づけるような監視だとか通知の仕組みがあって、まあ、やったことないものなんでこれは何なんだろうなってことを多分深掘りしていくことが結構あの大事なのかなというふうには感じました。はい、かなり駆け足だったんですが最後にまとめて終わりたいと思います。ソーシャルログインは UX を高めるまあ素晴らしい機能だと私は思っています。なんですけど、まあ、さっき突っ飛ばしたように多さとても複雑です。なんですけど、まあ、それは正常系をライブラリに任せることでかなり楽ができるので、まあ、人間は異常系に注力するといいのかなというふうに思います。であと今回はまあその異常系処理についてじゃあどう注力するのかってこともなんとなく4つの分類をまあ叩き台で作ってみました。でその中でも、まあ、まず D という証言じゃないかということを疑って、まあ、この A から C に分類できるんだったらそっちに持ってってこういうレベルで対応していく、でそうでないんだったら、まあ、今回この、発表の範囲外になっちゃいますが、まあ、個別に考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思いました。ということで参考文献は、こちらのドキュメントと URL になります。最後宣伝で、ラプラスはあのエンジニア絶賛採用中です。アスギーの対応してくださる方も必要ですが、OS の問題を解決してくれる方も求めてますのでぜひお待ちしております。ブースもあっちに出してますので、まあ、ぜひいらっしゃってください。ソーシャルログインも試せるんですけど、まあ、お手柔らかにお願いします。はい、じゃあ以上です。ありがとうございました。ご発表ありがとうございました。質問がある方はスライドに書き込みを行ってください。スライドにはいくつか質問が上がっているようので、いいねが多い順に述べて伺っていきたいと思います。一つ目としては、今回の OS 含めてソーシャルログイン機能開発における単体テスト特に異常系テストはできるものなのでしょうかとありますが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、実際に私たちのプロダクトでどうしてるかっていう例で多分言うと思うんで、そこでいくとですね、まず OS の部分っていうのはさっきも言ってるように仕様がかなりなんていうかその分離されてるんですよね。この時にここにリクエストしてこういう結果が返ってきてこっちに来たらっていう話なんで、かえってむしろまずそこのテストをしっかり着手するというよりはそこはまずブラックボックスにできるっていうふうに考えてた方がいいかもしれないです。でじゃあどうテストするかって話になってくると、
私たちのプロダクトだと、例えばリクエストを受けて認可された後に E メールアドレスをお客様から改めていただいて、そこをこうの E メールアドレス の, あのメールを送ったなんですかね、メールアドレス認証を行ってからアカウント確定するみたいなことができるんですね。でそういう部分ってジャンゴソーシャルオースってどういうふうになってるかっていうとですね、パイプラインというものがあるんですよね。どこだったかな、あそうですね、そうそう、認可処理の途中に、まあ、なんで処理挟み込んでると、そのパイプラインっていう、まあ、このちょっと URL 貼ってるんですけど、まあ、そこのところで書いてある個別の処理としてミドルウェアとかそこ固有の何かっていうものを差し挟めるようになるんで、私たち特にそこに対しては単体テストをかなり真剣に書いてます。でただそれってその大体ライブラリの方でなんかうまく分離できるようになってるんじゃないかなと思うので、まずはそういうところのテストを書くのと、あとはまあ普通にそのログインが終わってからのアカウントっていうのをなんすかね、毎回すべてオースのログインの処理を全体のテストとかでやるのよく大変なので、普通にダミーのアカウントを作れるってことで別の単体テストはまあやりつつ、自分たちの実装を作り込んでるところについてはやるっていうことで結構まあ、できてるのかなと思います。あとはただ、今これも取り組み中という感じですけど、一回、E2E のテストについても私じゃなくて別の、エンジニアがやってたことあったんですけど、結構そのオースの E2E って結構不安定にやっぱなりやすいんですよね。フロントからログインのパペティアとかそういったようなものをイメージいただくといいんですけど、叩いてやるんだけど、やっぱ夜中に落ちてたりするとか、メンテナンス、先方のメンテナンスとかの都合で、で結構それがなんかやっぱフレーキーに感じるんで、今はちょっとやめちゃって、あんまりどうするといいんだろうなっていうのは感じてるというところです。まあ、やるならモックとかをそういうものをサーバー立てるなのかもしれないですけど、ちょっとそこまで、まあ、手がコスト的に回らないかなと思ってできてないっていうのが、まあ、私としては現状かなと思ってます。はい、ちょっとまとまらないんですが、はい、というようなところが印象です。ご回答ありがとうございます。続きまして、このあたりの認証処理を実務で実装するにはどれくらい事前知識があると望ましいでしょうか。基本情報や応用情報資格など何か基準があれば伺いたいところですとあります。いかがでしょう。はい、ありがとうございます。じゃあそれで言うと、まあ、例えばこれ私の経験から言った方がよくて、そうですね、私も一応応用情報とか基本でかなりエンジニアの若い頃に取りはしたんですけど、多分そういうところでは出てくる話ではあんまないのかなとは感じます。まあ、なんでかっていうと、そういうセキュリティ上の基礎的な話というよりは、特定のプロトコルで、しかもまあ、なんですかね、認可とかの話としてボリュームがあることなので、その汎用的な知識というよりは個別の話として多分出てくるキーワードで、まだまあその需要の中の常識というほどではないのかなとは思ってます。でじゃあ、あと実務で私がどういうふうにそれをキャッチアップしたかっていうと、まあ、基本的にはすでに、まあ、私が来た時にこの仕組みはまあ割とできてたんですけど、異常系が結構ルーズな状態になってたんで、まあ、最初のプレゼンの冒頭で言ったように結構困ったんですね。で困ったんですけど、まあ、結構最初はよく分かんなかったんですけど、やっぱりまず OSS のライブラリの方でどういう例外実装してるのかなとかのドキュメント見た後に実装見比べるとか、まあ、コードジャンプとかしていくとだんだんその行った先が分かるのと、まあ、参照されてる元々の実装が今回だとさっき言った RFC があったので、まあ、そういったとこ見てって何ヶ月かとか例えば仕事してるうちにだんだんこう分かってきたので、まあ、今回まとめたという感じでした。まあ、なのでまとめると、結構そもそも何をやるとはちょっと思いつかないんですが、まあ、今回これまとめたので、これをぜひ見ていただいて、おかしかったら直したものを出してってもらえると、ちょっとみんながこう知の高速道路というか分かることが増えて良いんじゃないかなと個人的には感じてますです。ありがとうございます。質問がたくさん来ておりまして、続きますね、開発環境では HTTPS ではないので、クエリ文字列にデータを書き込むため、通信中にデータが抜き取られる可能性はありますかとありますが、いかがでしょうか。なんか結構鋭い質問だなというふうに思いますが、ありがとうございます。どういうふうに言うといいかな。まあ、例えば今回サンプルにした GitHub のやつとかいい例なんですけど、ですね、まあ、これアプリケーション私が作りましたって言ったこいつですよね。こいつはローカルで動くようになってるんで、おっしゃってるように何も設定しなかったローカルホスト8000とかそういうところで動くようになってるんですね。まあ、なのでその懸念されてる HTTP で通信されたら、なんかそのクエリ文字列も含めいろんな情報が摂取されるんじゃないかっていうのはご指摘の通りだと思います。でただ
一方でですね、そんな簡単にはなってないっていうのが良いところで、さっきも言ったんですけど、自分たちのオリジンが HTTP か HTTPS かって話と、その接続先の方がどういうプロトコルでやり取りするかっていうのがまあポイントになってくるかなと思います。で、今回の OAuth については認可エンドポイントとか、まあ、トークエンド、まあ、これちょっと端折りますけど、なんちゃらエンドポイントっていうのが GitHub っていう世界にあって、そっちの方に対して認可をお願いして、でなんかざっくりクエリ文字列で何かが返ってきて自分たちで処理するということなのですね。なので GitHub とのやり取りは GitHub 側のプロトコルのレベルに準じてて、でそれは基本的に HTTPS になっているはずです。そうじゃなかったらちょっとそこは気をつけた方がいいと思います。でただもしそこは HTTPS になっているんであれば、ローカルでそのクエリ文字列から中身が抜き取れるタイミングっていうのは、外に出てった後に自分のブラウザに戻ってきて自分のバックエンドにローカルホストで帰るときなんですね。なんでここは抜き取れます。ただそれはローカル開発なので、まあ、皆さんいつもローカルでは HTTP で使われている方も多いと思うんですけど、まあ、で抜けるのは誰かというと、パソコンにログインしてそのブラウザ触ってる人が抜けるってことなんで、まあ、私というかあなたということになると思うんですけど、なのでそれが許容できるんであれば、ローカル開発は特に問題ないのかなと。あと本番でやるときは、まあ、よく言われているように全体を HTTP にしておけば、まあ、ざっくりと安全に使えるんじゃないかなというふうに感じております。ちょっと間違ってたら申し訳ないです。ありがとうございます。もう 2,3 個ほど、はい、伺いたいと思います。このあたりのエラーが漏れなく捕捉できているかは判断が難しいと思いました。これまでもし運用後に予想外にエラーが出たなどあれば伺いたいです。はい、ありがとうございます。そうですよね、結構これはその実務上、そのセントリーをまあ私たちの会社では使ってるんですけど、まあ、それはやはり日々監視するっていうことをやってる中で出てきたものをまあ基準にしてます。予想外っていう意味だとですね、まあ私が入る前に対応されてたものとかもまあ含めてあるんですけど、そうですね、なんかそれこそ複数の SNS に対応してると、なんかさっき言ったなんていうんですかね、言ってたその大変さって意味だと、さっきエラーコードっていうものにまあ目を向ければいいよって言ってるんですけど、最初はエラーコードと一緒にエラーメッセージもやってくるんですよ。仕様上それは入れられるんで、デスクリプションっていうカラムがあるんで、そこにもう各認証プロバイダー思い思いにこうだぞああだぞっていうふうになんかこう気楽にいろんなことを言ってくるんですね。でそうすると当然エンジニアとしては細かく言ってもらえば言ってもらえるほど、そこにヒントが隠れてるんじゃないかなと思って真剣に調べるんですけど、やっぱ元々の RFC の方の仕様を理解してないと、だから何なんだろうなっていうふうに言って困るっていうのが最初はめっちゃくちゃありました。だからまあ解決の方法を間違えてたかなと思います。そのやっぱ OAuth の仕様の元々理解すると、なんか起きうるのはさっき、まあ、今回は本当に端折ってちゃってるんですけど、いくつかその受け渡されるステートだとか、あとまあPixie とか関連する仕様をまあ使ってると、ここにいろいろなクエリ文字列とかセッションに入る値が増えるんで、まあ、それらの種類とかで私は実務上結構最初困っちゃったんですけど、やっぱベースの仕様を理解した上で、そこのバリエーションなのかオプショナルなのかみたいなことが分かってくると、かなりその困るという観点では見通しが良くなってきて、まあどうすべきかが判断できるようになってくるのかなという気がしました。はい、です。ありがとうございました。続いて、これはコメントなんですけど、実際のアプリケーションを想定してエラーへの対処からエラー監視の用費まで話してくれているのありがたいと。 ありがとうございます。はい、で質問ちょっと最後になるかもしれませんが、はい、認証エラー時のユーザー体験を高める観点を勉強するために何か参考にしているもの、かっこ書籍やウェブなどはありますか、と質問がありました。ありがとうございます。そうですね、その本があったら私はもう買いたいので、ぜひこう作っていただきたいですね。なんかもし私は全然そういう意味だと、今回の話はまあちょっとパイコンという場であまりパイソンのキーワードから離れちゃったんですが、まああった方がいいかなと思ってあえてそういう切り口で書いたんですが、まあ、やっぱそうですよね、こういう書き方とかって結構言語とか関係なく必要なことだなと思うので、まずあった方がいいとは思いつつ、やっぱそのこういうカンファレンスとかで特定の言語とか技術によると結構失われがちな観点かなと思うんで、あんまりそういう書籍って意外とないんじゃないかなと思います。多分デザイナーの方最初からこういうことまで考えて、まあ、お恥ずかしいことに我々も考えきれなくて後からこういうふうになってたっていうのは結果の話でしかないので、なのでぜひ私もちょっと
もっとまとまれば書いていきたいですし、まあ、ぜひその今回質問してくださった方書いてくれたらぜひ、まあ、私もいいねも読みますしラプラスで登録してもらったらぜひあのちょっとねスコアも多分高くつくと思うので、はい、ぜひよろしくお願いしますというところですね。ありがとうございました。まだ質問はいくつかあるんですけど、申し訳ないですけどお時間の都合でこちらでトーク終了としたいと思います。他に質問がある方いらっしゃいましたら廊下や、オープンスペースでお話しすることができますのでよろしくお願いします。それでは発表ありがとうございました。ありがとうございました。